すごいね。普通これだけで1万とかさ。かわいい。やっぱキャンプに連れて行きたくなるよね。うん、かわいい。ご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は何でしょうか。今日は爆買いをしました。何を買ったのか。キャンプ道具をセブンエスグッドっていうところで1万5000円分爆買いしました。セブンエスグッドって皆さんご存知でしょうか。セブンエスグッドっていう次世代型のショッピングアプリ、まあいろいろアマゾンとか楽天市場とかいろんなショッピングアプリがある中で、まあ、1万5000円分 のポイントをいただいてね、それちょっと買ってみませんかということで初めて使ってみたんやけど、もう次世代でした。何が次世代。実際ちょっと見てみながらやろうか。これね、だいたい海外のものを輸入してるんやけど、まあ、仲介を通さずに工場から直送されるシステムなのね。だけめちゃくちゃ安い。そういうので安くなるんだ。そう、その中で買ったものを紹介するけど、1万5000円分、うん、皆さん多分びっくりします。びっくりする。普通に買ってるのとは全然違う。びっくりすると思う。ちょっと正直初めて使うアプリって怖かったんやけど、うん、結構映え写真が他社として載ってる時に、うん、あ、分かる分かる、うん、ほんまにこれって写真通りなんかなっていう、あ、そうそう思う時あると思うけど、動画で商品のクオリティとかが分かる。動画で実際にレビューしてくれてるんよね、うん、実際ちょっとこのセブングッドっていうアプリ、セブンエスグッド、これセブンエスグッド、うん、もう7秒で、そうそうそうね、SNS みたいね。そう、 TikTok みたいちゃろう、うん、7秒でショッピングできるというか、7秒でこういった商品が見れるっていうコンセプトで作られてるみたいで、実際に、うんうん、例えばまあ、カテゴリーがあって、アウトドア。アウトドアか。はい。あ、で、例えば。例えば、じゃあ一番上の。ライトとかしてみる。いいね。ライトとかして。何でもいいから気になったら。レールロードランタン。ただ、こうやって動画で、うん、紹介してくれるよ。で、実際のその横行ってみて。あ、すごいすごい。商品写真とか、実物検証とかも、実際のものの実物検証動画も載せてくれよる。すごいね。このセブンエスグッドの方がってことか。うん、実際レビュー動画とか検証動画上げてくれてるから安心して使えるじゃんね。そうだね。そこも良かった点かな。工場から直送されてセブンエスグッドで検品もしてくれるんよ。で、その検品してる様子も、うん、動画です。購入画面から。その今こういう検品してますとか、梱包こんな感じでしましたっていうのが動画で逐一、自分のやつを、そう自分が買ったやつをこんな風に梱包したっていうの、それその人この人に当たる梱包動画は、すごいね。うん、だから1個割れとったんよね。ああ、そっか。すいません、割れてたので、うん、もうちょっと2、3日待ってください、また再度納入しますって言って、うん、めっちゃ検品ちゃんとしてくれるんだけど、はい、すごいな。え、そんだけ手間かけて安くできるってすごいね。すごいよね。どうなってるんだろうね。まあでもそれだけなんやろ、多分工場から直送して確認だけして送るっていう、うん、在庫持っておく必要もないし、ストック、そういったものがないから多分安くできるんでしょうね。ついんだ。そして、まあ、デメリットはね、うん、ちょっとその分時間かかったかな。あ、そっか。まあ明日来るとかじゃないってことか。アマゾンとかに慣れすぎて、ね、うん、次の日届くってなんか当たり前のように思ってるけど翌日ね、うん、あれやっぱすごいね。うん、けどまあね、その本当に欲しいキャンプ動画やったらこれって決めてるからね。うん、すごいね。これちょっと見すぎじゃないですか。あ、そうですね。とも終わろう。止まらないね。しかも ね、その動画見るごとにさ、うん、ポイントも貯まっていくんよ。え、すごいね。なぜそのポイント使えるの。今、あ、使える使える、今流行りのポイ活ができるって。ポイ活ね。やけんね、うん、見まくってまた買って でまたハマって見てっていう、ね、あ、そうね。ポンポン飛んでくるけん、うん、まあ、これいいか悪いか分からんけど、あ、購買意欲ね。そうそうそう、ずっと見ちゃう沼の入り口感がすごい。なんか普通のさ買い物の感じと全然違うね。うん、なんかね、面白いね、巡り合いな感じが。いや、面白い面白い。そこでまあ1万5000円ポイントを今回いただいたので、はい、うん、何でしょうか。
ますが、はい、はい、紹介させてもらいます。はい、お願いします。今回選ぶにあたって何か、あ、特にない。もう、あ、特にない。特にね、欲しいものを頼んだ。では一つ目、じゃん、扇風機かな。うん、扇風機。肩掛けのネックファンかな。ネックファン、うん、もう今からの時期これめっちゃないとね、ないとね、特にね、設営の時とか。そうやね、あの影ない時に設営するけん、風なかったらもうきついよね。首涼しいと全然違うよね。全然違う。これないとママにお任せするわ。設営を、設営を。これいるね、うん、そしたらね、あ、くるくる、あ、すごいね。もう結構持ってる人多いかなと思うけど、キャンプ関係なく持ってる人多いね。そうそうそう、何倍やと思うこれ、でも聞きやしね、880円。すごいね、1000円切るどころか800円台なんや。てか設営せんでも欲しいよね。夏は、そうね、今からの時期夏キャンプのお供にいかがでしょうか。ねえ、これ安、すごいね。一人以降買っても十分大丈夫な値段。ねえ、はい。ということで、一つ目でした。89円でした。じゃあ続きまして、うん、じゃん、クックサですかね。草、うん。うち持ってなかったね。めっちゃ可愛いじゃんね。うん。でこう僕加工がしてあって、うん、これはこれで可愛いじゃんね。可愛い。なんかちょっと雰囲気あるかなと思って買ってみました。うん、手作りではないのか。木出てきてるから高そうよ。とね、これ908円。908円、うん。すごいね。欲しいなと思いながらなんかあのためらってたけど、この値段やったらちょっと試しに買ってみようかなみたいな感じで、ね、念願の高さ。おしゃれキャンパー入り口。ハイロサでした。はい。次何しようかな。なんか色が変わっとるね。3つ目はマルチグリドルです。でもなんか黒じゃないんやね。そう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 、うち黒持っとったけん、せっかくやし、すごいすごい、うん、色違いしようかな。めちゃ軽いよね。もちろんね、 IH も対応やし、これもね、なんかあのくっつかないですよっていう動画がくっついた。あ、やってくれてるんだ、うん、なんかしかも持ち手ついてる、見えるかな。可愛いよね、こういうやつ。うん、可愛い。めっちゃ使いやすいよね。うちも本当マルチグリドル1枚持っていくだけでいろんな料理できるから、みんなキャンパー大好き。そうやね、マルチグリドル掃除楽やしね、うん、外でやるね。その値段は2089円。2000円、うん、2000円なの。うん、じゃとりあえず試しに使ってみたいなとかいうのにもね、すごいね。いいっちゃね。IH いけんな、家でもいいね。なんかお菓子とか並べるお皿とか、お皿のあ軽いしね、うん、うん、まあ、いろいろ使えて、すごいね、安っ、はい、こんなに安くなるの。はい、ありがとうございます。めっちゃ買っててもね、なかなか1万5000円いかんじゃん。本当やね、うん、もうポンポン紹介していこうか。そうね、はい、じゃあこれ、はい、手についたこれ、うん、かわいい、はい、4つ目、ランタンです。うん、レイルロードランタン。レイルロードランタン、ちょうどあれやね、ベアボーンズのあの双子ちゃんみたいね、かわいい。おぉ、かわいいっちゃね。かわいい光がね、オレンジで、うん、あ、白くなった。優しい光がついてたんだ。優しい光ね、多分寝る時とかはこの優しい光で。そうやね、うんうん、あんまりこんなに優しくなるやつないもんね、うん、いつもちょっと眩しさを感じて寝てる。すごい、かわいい、うん、かわいいやろ、うん、一個吊るしてるだけでキャンプサイトとかの雰囲気上がるっていうか。そうやね、でもなんか高いイメージあるよね、まあ、これもだけど、うん、それがですね、奥さん、これ安いんですよ。いくらでしょうか。これで1659円。1659円、うん、細かいね。いいやろ、1600円ぐらいやったら、うん、まあ、2個持ってなんかタープ端っこと端っこにかけてとか、うん、かわいい、うん、ね、いろんなところへのサブランタンとしてもいいよね。そうやね、安いね、うん、なんか今からキャンプ道具揃える人とかもぜひおすすめしたいね。最初こんなとこにお金かけれんやん、うん、ライとかも明るさ重視というか、うん、数もいるし、ルールのランタン欲しいけどちょっと値段高いなとか思った人、うん、ちょっとこれありです。すごい、で充電式なんやね、うん、かわいいです。置いとこ、うん、引き続き。じゃあ次はスパイスボックスです。はい、おいっぱい入るね、すごい。そう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 、調味料が 1,2,3,4,5,10 個やね。10個。ここフックがあるからね、うん、ここ吊るせるんだね。ボックスにかけたり、まあ、テーブルに引っ掛けたり、うん、
ランタンハンガーに取り出して、ね、ランタンハンガーね、うん、料理するときとかこう横のこう家具とか、うんね、いいね、おしゃれよね、おしゃれキャンパー、おしゃれな感じする。これが1448円、1448円、うん、約1500円です。こういうおしゃれ商品にさ、お金かけるのってなかなか難しいけどさ、うん、なんか絶対いるもんじゃないやんね、なくてもいけてしまうから、うん、そうね、そういうところを安く抑えれるっていいね。確かに大事やね、キャンプを楽しくおしゃれにね。はい、ということでスパイスボックスでした。はい、うん、これは何でしょうか、なんかずしっとしてるね、うん、そうそうそう、カトリ線香ホルダー、おーすごい、かっこいいじゃろう、すごいね、うん、あ、磁石で火ついてるんだ、うん、なるほど、中に入ってるこれ、うん、ネジがあってここにカトリ線香、あ、あの真ん中のところセットするんだね、うん、そうそうそう、引っ掛けて、うん、で置いて蓋閉めるか、蓋閉めて、うん、結構しっかりしてるよ、めっちゃしっかりしてる。え、これは真ん中、うん、こう、うん、出る、こうか、ね、今からの時期絶対これ必要っちゃうもんね、うん、刺されるよね、子供は特に刺されてるよ ね、うちはの赤い、うん、より強力な森林鋼とか使って、うんうんうん、まあ、この中に入れて使おうかなと思ってます。はい、でもこれなんか簡単に開かないからさ、うん、子供とか安全やね。そうね、蹴飛ばしても、うん、やけどしにくいやろし、うん、これは1859円、1859円、まあ100均とかでもね売ってるようなものやけど、うん、よりしっかりしてデザイン性もあって、うん、で安全やね、うん、こんだけ守られてたら、うん、カトリ線香ホルダーでした、うん、夏キャンプ虫には気をつけましょう、ねえ、刺されるわね、じゃあ次これにしよう。それもね、うん、虫対策。虫？何これ？ライト？そう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 。虫をおびき寄せて殺虫するライト。殺虫するんだ。ピッてさんだけライトついたり消えたりする。こっちの虫マークの方をピッて押すと、うん、紫に光っとるよね。うんうん、これが虫をおびき寄せて電熱線が入ってるけん、ここに虫が。入るとバチッと、これ家でも使えるね、家でも使えるね、うん、でちょっと上の外垂らしとく、ああね、これもね、うん、いや気になってたんよね、虫対策で、うん、去年結構使ってる人がいて、あ、そうなんだ、いいよって言われながらも2,3000円ぐらいするけんどうしようかなって思ってたんやけど、うん、これね、2,3000円も1000円の、そうそう、1800円、へー、1800円か、あんなに虫刺されるくらいだったら ねめっちゃ刺されるもんね、おや、今度川沿いだしね、これよね、ということで虫よけランタンでした。いや、実用的な買ってるやろ、ほんとやね。はい、じゃあ次これですかね。はい、これは何でしょうかね。何度も使える水風船。水風船、うん、なんか最近流行ってるらしいね。そうなんだ、ピッて引っ張っていいのかな。そう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 、多分。あ、すごい、磁石マグネットになってるね。うん、ほんとだ、で、水入れて、うん、パチンと、あ、こんな感じやね。で、握りつぶしたら水がピューって飛んだり、投げて破裂したり、でも、まあ、何回も使えるっていうので、面白い。アウトドアだけど、こういうのも売ってるんだね。このね、セブンエースグッドは、うん、キャンプだけじゃなくて、うん、おもちゃ系がね、なんか特に日本であんまりない、見たことないような、なんかユニークなやつが結構多くて、いいね、あと生活用品とかもね。あ、そっか、さっきもね、うん、カテゴリーでアウトドア選んだけどいっぱいあったもんね。そうめっちゃ面白かったわ、うん、韓国のかわいい服とか水着とか、あ、そっか、夏やね。そう、まあ、キャンプ道具だけじゃなくておもちゃとかも見ても面白いかなと思って、うん、いろいろね。あ、なんかお姉ちゃんがさ、うん、水風船割りたがらんのよね、なんかかわいそうらしくてあ、これやったらいいね。そうやね、割らんもんね。そう、大事になんか取って水につけて置いてるはい、最後ですかね。うん、最後。最後にこのケースやね。ことで、この収納ケースでーす。はい。今日紹介したもの実は全部こんなの入れとったね。マルチグリドル以外ね、うん。めっちゃ入るし、蓋閉まるよね。うん、あ、ペチャンだ。ペチャンで潰せるし、キャンプ場でね、いろんなもの持って行って、うん、
最後出したらこうやって潰しておいておくって、で最後また入れて、で虫が来ないように気をね、うん、縛れるのもいいよね、うん、いいね、巻き入れてる人もいたり、焚き火グッズとか、うん、こっちがこうシンプルで、こっちがこういろいろかけれるやつだね。あ、お前ね、いろいろかけれるね。ねえ、それどうしよう、シェラカップとか。はい、ということで紹介したものこれで全てですね。うん、ねえ、これで全部で1万5千以内やんね。うん、すごいね。普通これだけで1万とかさ。ねえ、楽しかったわ。あったらいいな、欲しいな、うん、でも手出ないなっていうのが、うん、このセブンエースグッド見ることで、あ、買っちゃおう買っちゃおうみたいな、安い安いみたいな、そう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 、うん、またあの今後の動画で使ってるシーンとか出てくると思うし、まあ、今回のセブンエースグッドさんにお声掛けいただいて購入させてもらいましたけど、まあ、忖度ないレビューをっていうのをしてもらってるけど、個人的にはめっちゃ良かったなっていう。そうだね、めっちゃ良かった。特別クーポンコードとかもあの準備してもらってるんで、概要欄にコード貼ってるんで、とりあえず何円か分あのお買い物それでできるんで使ってください。お得になるんだね、うん、すごいね。まずはお試しで、うん、まずはそうね、見てみてもらって気になるの一個ね買ってもらったら、うん、いい ね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはファミリーキャンプに関して投稿してるので、よかったらチャンネル登録いただいて、また次の動画でお会いしたいです。うん、はい、じゃあね、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。